はい、前回来た時よりは、まあ、水温が下がってて、さらに、クリアになってますね。状況はすごくいいんじゃないですかね。はい、まあ、あの前回ここをもっとインレットは魚濃かったんですけど、水温が低いんで全体に散ってますね。はい、ただ今釣った感じでは色物エリアよりカツ釣りエリアの方が活性がいいっすね。なぜか分かんないですけど、こっちはちょっと濁ってるんですね。ステインぐらい濁ってるんですけど、こっちの方がバイトが多いですね。下がってんですよね。やっぱり表層じゃなく、表層も来るんですけど、割と潜ってる魚も多いみたいで、まあ、巻きポールとかボトム付近でバイトが多い感じです。あって浮いてるのもいるんですけどね。浮いてるのは表層で釣れて、まあ、下がってるのもたくさんいるみたいで、バイトは非常に多いですね。だから前回は色物エリアの方が良かったんですけど、今日は多分この数釣りエリアの方がいいと思います。はい、ただこうやって魚ちょっと小さいので、やはり慣れてない人は乗せるのがちょいやっぱり難しいかもしれませんね。はい、じゃあ、そろそろイワナセンターさんの方に移動したいと思います。実はちょっとトラブっちゃって、もう家に帰ってもいいぐらいなトラブルが起きちゃったんですけどね。参ったな。はい、じゃあちょっとそんな感じです。